どうも、こうちゃんです。本日の動画は超速報でお伝えしたいと思います。神奈川の名門隊、埼玉の名門、横浜高校対浦和学院の関東大会1回戦の模様をお伝えしていきたいと思います。えー、こうちゃん、えー、この大会が始まる前にですね、このカードは激アツ高カードだと言っていたので、超気になっておりました。まあね、 僕だけじゃなくてもね、高校野球ファン、そして高校野球知らない方でもね、聞いたことのある、えー、超名門の対決なので、えー、すごく興味があったと思います。その戦い、試合終了しました。えー、勝ったのは神奈川の横浜高校でございました。スコアは2対0というところでね、いい、しまった内容のゲームだったと思うんですけれどもね、今日はですね、その、 えー、しまったゲーム内容をね、ちょっとね、お伝えしていきたいと思います。えー、先制したのね、やはり横浜高校さんでございました。初回、小形くんの三塁への内野アンダーでヒットで出塁し、えー、峰くんがバントで送って、三番の井上くんはね、デッドボールというところでね、えー、ワンアウト1、一、二塁、そこで四番の椎木くんがですね、ちゃんと返すと、えー、ツーベースヒットを打って、一点先制というところでね、 この1番から4番までのこの切れ目のない打線がですね、一つキーになると言ってるんですけどもね、なんとその打線でまずはね、早くも1点を取ってしまうと、いうところで横浜高校が1点先制しました。えー、しかしながらね、浦和学院のね、伊藤くんがですね、この後後続をしっかりと押さえて1点に留めるというところで、ゲームが始まったんですけどもね、そこからね、四4回まではね、1-0とね、内容の、 濃い、えー、守り合いのゲームを展開していく中でまたね、えー、追加点を取ったの横浜高校でした。えー、横浜高校はですね、えっ、ー、と、 ハギくんがですね、しっかりとチャンスでヒット。5番のハギくんがしっかりとチャンスでヒットを打って追加点、1点を挙げて、2-0とします、5回。えー、そしてそのままですね、またね、8回、9回とですね、しっかりと横浜高校が0に抑えてですね、結果的には2-0というところで、えー、点数はこの初回と5回の、えー、2得点のみというところで、えー、見てる、球場に、 い、行って、しっかりと生で見た人っていうのは、本当に面白いゲーム展開で、えー、そして楽しめたんじゃないかなというふうに思いました。このスコア見る限りね。で、浦和学院は負けはしましたけれども、えー、横浜高校の打線をヒット4安打、えー、というところで、この、えー、今日はよ、浦和学院、先発者の伊藤くんの田中君くんのバッテリーというところで、これはね、浦和学院のピッチャー陣もね、 え、相当レベルの高い投手陣だなというふうに思いますね。で、えー、浦和学園7本ヒット打ったんですけども、えー、杉山くんの前に無得点というところでね、杉山くんが非常にやはり良かったですね。今大会も。 えー、甲子園経験しているので、杉山くんはね、ひょろひょろとスイスイとね、9回まで投げてね、えー、最後にマウンドに立ってるのは杉山くんじゃないかっていうふうにお伝えしましたけども、やはりその通りでしたね。えー、9回投げて打者33人、えー、球数94球ですよ。本当に省エネピッチングですよね。ヒット7本、えー、送りバント1個、支給球は 1>, 1、三振5と、自責点、失点ともに0というところで、えー、やはり杉山くんの安定感は、この秋も抜群でしたね。一つやはりこの関東の中での投資陣の中では一つ頭抜けてるんじゃないかな。そんな存在じゃないのかなというふうに杉山くん思いました。で、えー、この試合は、え、2、0というところで横浜高校が勝ったんですけれども、この浦和学院、この浦和学院も、 投手陣はやはり相当いいですね。伊藤くん、田中くんと。で、またまだまだ控えにはいいピッチャーがいるので、まあ、秋の大会これ終わってしまって、まあ、選抜はちょっとね、選出されるのは無理だと思うんですけれども、えー、最後の夏、まあ、春ありますけれども、春、夏と、これ非常にいいチームを作ってくるん、くるんではないかという、そんなね、大方の予想が、えー、見えました。はい。そして横浜高校はですね、やはりこの、1、2、3、4番と、 えー、まあ切れ目のない打線、そして甲子園経験者も多数残っている中での、えー、ゲームだったんですけども、やはり最初のゲーム、秋の初戦というのは、えー、東北高校もそうでしたけれども、やっぱり硬さがやっぱり見られるというところ。で、この2回戦、3回戦、4回戦、準決勝、決勝と戦っていく中で、やはりそのメンタル、えー、そして体的にも、えー、少しね、あのー、 めちゃくちゃこう力張った、そんな、え体、硬直した、そんな体、そしてメンタル面もですね、やはりこう、勝たなくちゃいけない、初戦だというところで、この、やはりこう、硬いんですよね。えそれがですね、徐々に徐々にほぐれていって、いい状態でこの準決決勝、え勝ち進んで、いいチーム状態になるんじゃないかな、というふうに思いました。えーすごいですね、やはり横浜高校は。で、この4番の、 打っている、今大会からなのかなえー、4番打っている CG くかまあ、決勝、神奈川県というか決勝も4番確か打ってたのかなこの CG くんがですね、一つね、あの、キーになるんではないかなというところで、お父様がですね、プロ野球選手、元プロというところで、1990年から2006年までね、NPP で活躍されたのが CG くのお父様だったそうで、これね、 えー、やはりこの元プロの DNA っていうのはこういうところかというところで、えっ、ー、とね、お父様も中日ドラゴンズに入団するんですけども、その時は、 え、キャッチャーをやっていたというところ。で、シー,ギー君も実際に横浜国校でキャッチャーをやってるんですよ。これやっぱり血は争いないたないなというところ。で、お父様は山口県出身に南洋工業からドラフト外で中日ドラゴンズに入ったそうです。だからドラフト外というところは、えー、多分テスト制で入ったというところですね。昔結構そのドラフト外で入る選手と多かったんですよ。なのでテスト入団で入ったこのハングリー精神も持っているのかな。そして受け継がれてるのかなというところは思いますね。で、お父様のこと ちょっっとね言ってくで、中立ラゴンズで活躍してたんですけども、2002年にですね、トレードで埼玉西部ライオンズに行くんですね。その時は、えっと、西部のトレードが相手が柿内さんですかね。はい。で、トレードされて、で、2003年ですか、オープン戦でですね、 えーのー、昔のダイヤホークス、今のソフトバンクなんですけども、その時に、本類に、えっ、ー、と、走ってきた国母選手、ム、え、ラ、ー、侍ジャパンにも選ばれて名プレイヤーですけども、国母選手と、国母選手と、えー、本類で激突してしまって、その怪我があって二軍に行ったんですけども、その二軍に行ったっきり活躍が、えー、ちょっと無理になってしまって、戦力が一つごく受けて引退されたそうです。はい。なのでね、国母選手と本類、 えー、衝突してしまったっていうね、ちょっと不運だったんですけどもね、その後はですね、あのー、2007年から2013年まで西武ライオンズのブルペン保守を務めて、今はトートクラブジュニアアカデミーというその、えー、少年野球なんですかね、そういうアカデミーでちょっとコーチ、えー、っと指導者をやってるというところで、 2006年にはセガサミーでもコーチをやっていたところで、本当に野球一家と言いますか、シング君もしっかりとその DNA を受け継いでいるな、野球の申し子だなというところは、今大会の1回戦、2ベースヒットを打ったっていうところやっぱり持っているな、そして実力もしっかり持っているなというところを、買いも見えましたね。はい。 えー、この横浜高校対浦和学院の戦い、一つえ全国的にも注目度が高い試合だったと思うんですけれども、横浜高校が危なげなく2対0と浦和学院をシャットアウトして、えー、勝ち上がりました。えー、次の、えー、2試合目の試合はどうなってるのかなという風にね、こうちゃん見たんですけども、なんとなんと2試合目もですね、慶応高校対、えー、時は大校ですよ。 えー、神奈川2位の慶応対、えー、茨城県、えー、時和大公、えー、この試合終わりました。5対3というところで、活躍した人、活躍した選手はですね、なんとですね、清原和弘さんのご子息。そう、息子がですね、値千金のですね、4回に逆転のツーランを放ったというところで、お父さんに負けじと、息子さんもパワーヒッターでホームランアーティストなのかというところで、えー、しっかりと、 清原和弘さんの息子も慶応高校で活躍しております。これ神奈川県勢が2個勝ち上がりました。え、紅茶もですね、しっかりこの横浜と神奈川県勢の慶応がレス、ね、勝ち上がってくるんじゃないかなと予想しましたけれども、やはり力ありますね。神奈川県の、ナンバーワン、ナンバーツー2というところで。えー、しかしな、ね、この時和大公もですね、しっかりと3点入れて5対3と食い下がったんですけれども、ナイスゲームだったんではないでしょうかね。 ヒットもしっかりと9本打って、えー、まあ5対3の結果的には負けたんですけども、春夏と、えー、弾みをつけるような戦いだったんじゃないでしょうかね。えー、本日はですね、えー、全国的にも注目度の高い横浜高校と浦学院の超速報をお伝えいたしました。 えー、まだまだ果てしない激戦、えー、そして、名門校対決がこの関東大会ありますので、まずは5枠、どこが滑り込むのかっていうところがすごく注目されるんですけどもね、一戦一戦ね、熱い戦いが、えー、行われていますのでね、紅茶もですね、えー、必死のパッチでですね、一級速報を追って、 え、皆さんにお伝えできればなというふうに思いました。えー、本日は横浜高校対浦和学院戦、横浜高校が2対0で勝ったというところの超速報でお伝えいたしました。この動画、このチャンネルがいいねと思った方はチャンネル登録していただいて、えー、高評価、いいね、そしてコメントしていただければと思います。本日も、え、動画ご視聴ありがとうございました。それでは、じゃあ、果てしねえな横浜高校。いやー、そして清原の息子。うおー。